南アフリカ五輪委員会は18日、南アフリカのサッカー代表チームから3人の新型コロナウイルスの陽性が確認されたと発表した。2人の選手と1人の職員が選手村での検査で感染が判明した。3人は隔離用のホテルに移動。チームは実質待機となっている。同代表は開会式前日となる22日の男子サッカー初戦で味の素スタジアムで日本と対戦を予定している。東京五輪パラリンピック組織委員会は18日、選手村に滞在していた海外選手2人が新型コロナウイルスの検査で陽性になったと発表していた。選手村滞在の選手の感染が判明したのは初めてのケース。17日に判明した関係者1人を含め、選手村の感染3人は同じ国、同じ競技グループしているとしていた。組織委によると、この3人が南アフリカのサッカー代表チームだという。